はい、皆さんこんにちは。今回はですね、ちょっと私のコレクションをお見せしたいと思います。これですね、グラ FAX のシートピラー、 C タイプですね、 C タイプのシートピラー。これに1回でも差し込むとこういう傷だらけになってしまうんですよね。しかもこれ、まあ、中古で手に入れたんですけど、ここに傷があるっていうことはフレームのね、差し込みすぎちゃった後なんですよね。要はここがこうなっちゃうわけですよ。ここね、これを奥までスポーンって落っこっちゃうと、ここのちょうどフレームのところにこれがズコッとここにね、こうやって傷がフレームに当たっちゃうわけですよ。なのでこれはね、めちゃめちゃ気をつけないと取り返しのつかないことになっちゃうわけですね。これ一回奥まで刺さってこういう風にね、こういう風に傷がついてしまうと、これ落とすとこのアルマイドが取れちゃって、この部分だけテッカテカになっちゃうんですよね。ちなみに 600AX だったらアルマイドかかってないんで、いくらでも削って綺麗にピカピカにできるんですけど、デュラ FAX はシルバーのアルマイトかかってるんでダメなんですよ。修復がね、ちょっと難しい、できないですね。なのでこれはね、奥に刺さりすぎないように絶対に注意してくださいね。もったいないですから。デュラ FAX の場合はシルバーでアルマイトしてあるので、ここ削り落とすとその部分だけピカピカになっちゃうんですよね。なのでこれはね、綺麗にしないであえてこのまんま記念に取っておきます。でこれがほぼ同じものなんですけど、まあほぼ同じもの、ただね、厳密には違うらしい。ここにこれ FK って書いてある、まあ何かのイニシャルなのかもしれないですけど、 FK って書いてあるんですけど、ちょっと錆びてますね。ピンボケしてますけど、こっちはね YGL って書いてあるんですよ。なんか違うんでしょうね。ちなみにほとんど一緒っすよね。おそらく一緒じゃないかなと思うんですけど、なんか違うんだよな、ちょっと。もうこうやって傷だらけになっちゃうわけですよ。まあこれはね、もう宿命なんでしょうがないですけどね。こっちはね、おそらく、まあ、新品ではないのかもしれないけど、多分ね、未使用品だと思うんですよね。かなり綺麗。この部分とかたまんないっすよね。このくびれがね、めちゃくちゃ綺麗なんですよ。多分ね、これは持ってはいるけど使うことはないかな。ここはちょっと錆びてますね。この部分はね、くびれてるのでフレームの奥まで刺さってしまっても、シートチューブに刺しすぎちゃってもこのプリントが消えることはないんですけど、どうしてもここの傷が残っちゃうわけですよ。
れはね、でもちょっと傷ひどいですね。どうやったらこんなに傷がつくのっていうぐらいひどい。